さうちゃん、はい本日はなんと後ろ見てください、殿下ビッグスワンスタジアムにやってまいりました前回コレナガ社長にご出演いただいた時にぜひスタジアムグルメ食べてくださいみたいな話あったじゃないですか、はい、今回、はい、なんと正式にアルベルクス新潟さんからオファーいただきました。おー新潟 TV で、ま、スタグルの紹介、そしてなんと試合も見てってくれということですよ。え、食べるだけじゃないんですか？だけじゃない、やったー僕はね、あんまし来たことがなくていろいろ知らないこと多いんですけど、ただふーちゃんもだいぶ常連ですよ、ね、いやもう任せてください来まくってるというね、今日はちょっといろいろふーちゃんにねナビゲートしてもらいながら行きたいなと思ってます。ただ今コロナの影響であれですよね、入場者制限があるんですよね。そうなんですよ、5000人までって今決められてる期間で、そうですよね、はい、なので結構その外にあるスタグルだいぶこう少ないですよね今ね。そうなんですよ。1、2、3、はい、ふーちゃん、いやー、3店舗でございますね、普段と全く違いますからね普段はないもっとっもっともっといっぱいわーってもうね、あの選び放題ですよ。選び放題、はい、じゃとりあえず、はい、食べましょう、はい、行きましょう行きましょう行きましょう。結構選手とコラボした商品とかがね、そうですよそうですよ、そういうのちょっとあるって聞いたんですけど、はい、ここはシオン選手です。あ、本間シオン選手のもち豚串焼き、シオンの塩味、シオンの塩味ですから、うん、しょうもないやそういうことじゃないもんね、うん、そういうことじゃない、そういうことじゃダメだよね、そういうことじゃない、わかるわかる、もち豚串焼き絶対美味しいですよ、でも美味しそう、行きますか。はい、ありがとうございます。よかった、買いました。おーおーおー、メンチカツじゃない？佐藤の買いました。買ったね、メンチカツ、やっぱこれでしょいいね、はい、亀田店名物ってタレカツカレー一つお願いしますさあ、ふーちゃん、はい、いろいろ買いましたけど、はい、感想として茶色いですね、全体的にこのふーちゃんのチョイスがねもう茶色い、パーフェクトでしょこれでも試合前はこのぐらい食べる、食べますよ、食べる、食べなきゃ応援できないですよ、エネルギー使うから。そうですそうです。え、なんか飲んでもいいですか。いいけど、いいけど、え、いいですか。いいよ、じゃあそれね、仕込んでたねさっき撮影前にこそこそ仕込んでたねいつも何ビール飲んで応援してんの。あ、そうです、でもあのもう今その対策で、うん、こう売店とかでは売らなくなっちゃって、で持ち込みは OK なんですけど、うん、この会場であれば大丈夫、はい、本当にいかつい警備員さんにつまみ出されない大丈夫それだけが途中でキンキンに冷えてますからね実はいやいや長い長い長いし、ふーちゃん長いし、ふーちゃんじゃないのあのビールガブ飲みしてるところコレナガ社長見られてるからねお久しぶりです。お久しぶりです。この度ありがとうございます。ちょっとコレナガ社長のおかげで声かけていただいて、スタグル食べてもらってビール飲んでサッカー試合見てありがとうございます。楽しませていただきます。今日の試合はでもふーちゃんかなり楽しみにしてるんだよね。そうなんですよ、もうだってね、チケットも完売しましたしね、ほぼ満員ですよね、5000人制限の中で、ね、応援をね、勝たせてくれると思ってるんで、はい、みんなで拍手で応援します。そうだよね、応援はあんま声出しちゃいけないんだもんね。そうなんですよ。なるほど、確かにちょっと試合前でね、社長も今日ちょっとピリピリしてますけども、ピリピリしてるすごいピリピリしてる人がこのロケに入ってくると思えないですよねあんな気軽に入ってくると思えないですよねこれでもやっぱいいよね、ビール飲んでね、カレー食べて、一客として楽しませていただこうかなと思ってますんで、ぜひ楽しんでください。すいません、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。頑張って、はい、頑張って応援してください。頑張ってください。ありがとう、じゃあよろしく。これは社長も頑張ってください。ありがとう、よろしくです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さよなら。ビール飲んでる途中で来たからね、もう一回飲んどく。あ、いいですか。とりあえずね、仕切り直して、はい、行きましょうか。じゃあ、はい、いただきます。長い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 。ああ、どう？うまい。うまい。いや、これ勝てます。これは勝てる。はい。勝てる。別にふーちゃん頑張ってもあれだけどね。いや、勝てますよ。ふーちゃん、こんにちは。また来た。誰か来た。あれ、まさか。あれ、ふーちゃん、この方はまさか一応ふーちゃんの口から。どなたですか？野沢さんです。野沢さんね。今もう3ね。そうなんですよ。
選手じゃないので、ね、元選手の野澤選手、そして今は野澤さんじゃないですか。何してるんですか今日。すごい。嬉しい。めっちゃ興奮してる。嬉しい。いやもうだって選手の時からずっとあの応援してましたから。あら、はい、知ってくれてました新潟 TV のことは。もちろん。ほら、嬉しい。絡んだのもちゃんと見ました。あ、嬉しい。本当ですか。ちょっとツイッターで写真撮ってもいい。今いいけど、いいけど。もちろん。はい、チーズ。これもうすぐツイッターに上げてお願いします。何やってんすかちょっと、はい、いや仕事中だよ仕事中ちょっと、はい、めちゃくちゃ優しいからね野沢さんも。いやいや、ありがとうございます。ちゃんとねやってくれるっていう。注目選手は誰ですか今年は。今年はもうあの本間翔選手ですね。やっぱりあの前節の活躍もすごかったですからね。あー、なるほど、カメラ目線できたね、はい、野沢さんの方見て言いなさいよちゃんと恥ずかしくて見れないんでしょ。すいません。ほら、来た来た野沢さん、ありがとうございます。お忙しいところすいません、じゃあ頑張ってください。さよなら。立て続けに是永社長と元選手の野沢さん来てくれましたね。全然食べれないじゃん、スタッフもう一気にお腹すきました。ビール飲むたびに来るね。もう食べますか、じゃあね。いいっすか。ちょっとビール飲むと誰か来ちゃうんでね。食べましょう、食べましょう。じゃあまずはシオンの塩味、こちら越後もち豚串焼きでございます、ね、いただきます。はい、うーん、うまっ。めっちゃジューシーですこれ。もう塩のことしか考えられない。ちゃんと食リポしなさいちゃんと。前節のゴールが忘れられない、ま、前節のゴールを思い出すほどの味ということですね、うん、美味しいと。はい、めっちゃうまいですこれ。いや、めっちゃビールに合いますそうだね。続いて、じゃあそれはこれは佐渡島黒豚のメンチカツです。出た、佐渡島のやつね。うん、肉汁が来た。あ、めっちゃうまいっすこれも。え、どうしよう。え、これ毎回買おうじゃあカレー行くよ。カレー、はい、大丈夫。いや、ちょっとあのこれなくなっちゃったんでえ、ちょっといいっすか。いや2本目行く、まあいいけど、あの主食なんでこう気持ちを改めてじゃあカレー行く前に当ててきたあんまカレー関係ないよね、主食にとか言って。いや、長い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 。あ、今日が、うん、いやもう今日が最高の一日になることを今確信しました、うんうん、いやもうさっさとカレー食べてもらっていいですかおー、あー、いいね。わー、いった。いや、めっちゃうめえこれで、どうしよう、しかも色がちょっとアルビのオレンジに似てる気がしてきたいや、そんなことない、普通のカレーにしか見えないけど、そろそろこう人も少なくなってきて、人みんな中入ってんだよね。はい、もうだっていい時間になってきましたんでね、うんうん、じゃあ飲んで食っていきましょうか。はい、はい、じゃあ腹ごしらえも終わって、はい、どう、だいぶ整ってきた。もうバッチリです。もうね、いつでも、うん、いつでもキックオフしてもらって大丈夫です。入場は、まあ、あそこですね。今日は S から入ろうと思います。あ、あそこにあるんですね。チケットとか全部任してましたけど、はい、大丈夫。あ、もうバッチリです。もうど、購入したってこと。あ、もうあの、うん、スマホに入ってるんで。え、スマホに入ってんの。チケット自体 もうスマホのネット上で買えちゃうんで、うんうん、もうこれでいいんだ。はい、今もうね、スマホ用意して行く気満々ですけど、はい、これちょっと僕言うの忘れてて、どのタイミングで言おうかなって思ってるのがあったんですけど、はい、スタジアム内は撮影 NG ということで。あ、ダメ、ダメか。そうそうなんですよ。本当に視聴者の方にも申し訳ないんですけど、ここまでです今日で。まあ最初は諦めたんですけど、ちょっとアルビレックスの方にどうしても何か撮れないかって言ったところ、音声は撮って OK。 あ、いいんすか。プラスアルビレックス新潟の方が撮った写真であれば OK って、オフィシャルの写真なら OK みたいな、この2つでなんとかお伝えできないかなと思いまして、今日はですね、ちょっとこんな感じに来てもらいました。桑野さん、お願いします。こんにちは、お願いします。一応ね、ようこそ、ゆくさんへ、お願いします。
はい、アルビレックス新潟の桑野さんです、はい、お願いします。今日は桑野さんに写真をね、はい、バシバシ撮っていただいて、撮りたいと思いますので、お願いします。桑野さんが撮れば OK だから、なのでちょっと桑野さんの写真とうちが撮ったその音声でうまく合わせて試合をね、お伝えできればなと思ってますので、よろしくお願いします、はい、お願いします。お願いします。サポーターでこう入場するときに歌う歌なんですけど、うん、今は声出しちゃいけないので、うん、スピーカーから流れてます。あ、それでみんな一応無言で、はい、タオルを、あ、そうです、タオルをかぶすんです。選手が並んでるのね。そうです、そうです。もう、まあ、キックオフ前の感じですね。感じだね。生で見るのは初めてかもしれない。え、見たことないですか。見たことない、ないよね。え、じゃあちょっとずっ、今日絶対サポーターになって帰ってもらいます。いや、そうか。お、始まりました。始まった。静か。そうなんですよ。あ、今やっぱそのこれがそのコロナ対策。コロナ対策で普通だったらずっと応援してるんですけど、声出しちゃいけない。そうなんですよ。大きい声出しちゃいけない。声出しちゃいけない。そうなんですよ。音声で伝えるのむずいっすね。そうだよね。ゆうちゃん、そのマスクさ、はい、あ、それアルビのやつ。そうなんですよ。今気づいたんですか。桑野さん、ちょっと写真撮ってもらっていいですか。桑野さん、あ、お願いします。桑野さん、近いな、桑野さん。桑野さん、そんな寄らなくていいから。桑野さん、桑野さん。決められてしまいましたね。あ、今決められたの。はい、ちょっとあの相手チームのサポーターがいないので分かりづらいんですけど、今一点決められちゃいましたね。今一点決められたの。てか相手チームのサポーターはいないのか。いないんですよ、この5000人の制限かかってからは、うん、チャンスですよ。来ましたね。はい、コーナーキックですよ。あ、フリーキックか。あ、本当コーナーの位置でのフリーキックですね、ほぼほぼ。ちょっとちょっと、あ、あ、完全に決まったね。やったー。おー、ここで試合終了だ。あー、勝ちたかったっす。いやもうだって後半だってね、あれですもんね、あの2点追加されてから厳しかったっすね。まあ厳しかったね。まあでもね、あの僕は楽しかったですよ。あの普段ね、なかなかこうやって見に来ることなかったので、でしょ？いい機会で、うん、楽しかった、楽しかった。いろいろコロナ的な影響でね、すごい静かなスタジアムでしたけど、まさかそんな日にこう音だけのね、動画を配信するとは思いませんでしたかね。こう成立するのかなって、その不安はすごいありますけどね。ボラギノールの CM ですよ、完全に。では本日もご視聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それではまた来週、さよなら。さよなら。